とりあえず得票率 2% 全員で欲しいわけですよ、うん、やっぱ国政政党の、延長を行いたい、そういうことです。そこからちょっとね、まだ計画はあるんですけども、まあ、僕の場合はですね、駅前とかで、あれやるこれやる言うんじゃなくて、自分が今までやっていた、活動の功績、それを訴えるためにその功績が、発生した問題が起こったところの前に行って、宣伝してます、まあ、やり方は全く違いますね、だから人をまた集めてやったことは、まあ、今日始めちゃうかね、うん、やっぱりもう消費税でしょ、消費税ゼロと、それはやっぱり政局超積極財政でしょうね、うん、これを先にせんとこれ何にも語れない、ね、デフレから脱却しないと何も語れない、じゃあそうですね、これはちょっとね、警告催眠やね、形成催眠中かね、警告催眠やね、僕の言い方したら、うん、まず経済デフレから脱却ですね、はい、はい、そうですね、今度はね、この、米国党の諸派党構想、これはとりあえず得票率 2% 全員で欲しいわけですよ、うん、やっぱ国政政党の、延長を行いたい、そういうことです。そこからちょっとね、まだ計画はあるんですけども、うん、そうなるとちょっと僕もその行政交渉とかその行政活動をやりやすくなる、高等の人間としてやっぱり全然違いますから、うん、一般市民やと、まあ、例えば横着やった立ち話で済ましたりしょるけども、高等の何々何々という肩書きがあれば、一応聞かなあかんことになると、まあ、そのメリットもあるから僕は、まあ、党のために行政活動をするために、まあ、当選しなくても誰か協力して 2% 取れば党になりますから、うん、まあ、それがもう目的ですね。だから自分がどうのこうのはもうほんまにないです、うん、ああ、それは作成者、ネットに出てるアドレスに注文いただければ、はい、ちょめちょめ、ちょっと今選挙中なんで、あ、そうか、ちょっと注文にすぐ答えられるかどうかあれですけど、極力、ご注文いただければ早めに送るようにしますんで、はい、お願いします。7月3日です。場所はまだ、場所どこでしたかね、場所はまだ待ってません。一応弁士が今16人、16人弁士集まっております、はい、派手にで僕のあの凱旋者出しますので、ゴツゴツやつ、はい、持ってきますので、はい、一生の思い出にその上で喋ってください、まあ、そういうことですね、まあ、よろしくお願いします、はい、